広報八幡、令和4年11月1日発行、第912号、発行、八幡市、編集、総務部、秘書広報課、発行日、毎月1日、15日、郵便番号、289-1192、千葉県、八幡市、八幡保35番地29、電話、043-443-1111、ファックス、043-444-0815、ホームページ、https://www.city.yachimata.lg.jp/、提供八幡市役所、制作八幡市朗読グループ山彦、協力八幡市社会福祉協議会。皆さん、こんにちは。庭の柿も色づき、収穫の時期を迎えました。皆様、お元気でいらっしゃいますか？それでは、主な内容をご紹介いたします。11月20日は、八幡市長選挙、八幡市議会議員補欠選挙の投票日。令和5年度、保育園など入園申し込みのご案内、ほか各種お知らせ。みんなの広場、こんにちは、保健センターです。以上でございます。人口の動き、10月1日現在、人口67,570人、前月比マイナス36人、男34,738人、女32,832人、所帯数32,627所帯。11月20日は八幡市長選挙、八幡市議会議員補欠選挙の投票日。この選挙は市政を託す、人を選ぶ、身近な選挙です。棄権することなく投票しましょう。投票日、11月20日日曜、午前7時から午後8時。期日前不在者投票。会場、市役所第4庁舎第4会議室。日時、11月14日月曜から19日土曜、午前8時30分から午後8時、期日前投票、会場、イオン八幡店。日時、11月16日水曜から19日土曜、午前10時から午後7時、お持ちいただくもの、投票所入場整理券。投票所入場整理券は、所帯主を含め、4人まで記載してある、圧着式の郵便はがきでお届けします。複数人数の記載がある場合には、各自切り離してお持ちください。投票所入場整理券が届かない場合や、紛失された場合でも、選挙人名簿が登録されている方は、投票できますので、投票所受付にその旨お申し出ください。投票所入場整理券は、投票所の受付をスムーズに行うためのものですので、お持ちでない場合は、本人確認に多少時間がかかることがあります。指定病院や施設での不在者投票、指定病院や施設に入所中の方は、病院や施設で投票することができますので、院長、
または施設長にお申し出ください。市内の指定病院、施設、新八幡総合病院、南八幡病院、アビタシオン白鳥、コートエミナース、従来型、ユニット型、風の村、手と手と手、空、従来型、ユニット型、ゆかり八幡西林、コスモビレッジ、日だまの里、サンフラワー、市外の指定病院や施設でも不在者投票ができます。郵便投票、身体に重度の障害があり、郵便投票証明書の交付を受けている方は、投票用紙などの交付を請求することができます。投票用紙などの請求期限は11月16日以降です。特例郵便等投票。新型コロナウイルスの感染症により、療養などをされている方で、一定の要件に該当する方は、郵便などにより投票することができます。代理投票。身体の障害や怪我などで、ご自身で投票用紙に候補者名などを書けない方は、代理投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。代理投票とは、本人に代わって投票所の係員2人が、投票補助者となり、1人が代筆し、他の1人が立ち会って投票を行うものです。家族や付き添いの方は代筆できません。点字投票。投票所には、点字投票用紙と点字器具を用意してありますので、点字投票を希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。選挙公報。選挙公報は11月16日水曜ごろ、新聞折り込みで配布します。また、次の施設には、選挙公報を備え置きます。八幡市役所、総合保健福祉センター、中央公民館、図書館、スポーツプラザ、児童館ひまわり、老人福祉センターゆうゆう、南部老人憩いの家、JR 八幡駅、八幡郵便局、肘川郵便局、川上郵便局、山田台郵便局、えのきど駅前郵便局、南八幡郵便局。開票は即日に。開票は投票日当日の午後9時から八幡中学校体育館で行います。八幡市長選挙、八幡市議会議員補欠選挙の立候補受付。会場、市役所第一庁舎第一会議室、日時11月13日日曜午前8時30分から午後5時。みんなできれいな選挙を推進しましょう。投票所における新型コロナウイルス感染症対策、選挙管理委員会が行う主な対策、消毒用アルコールの設置、受付などの飛沫防止パーテーションの設置、投票管理者、立会人、職員のマスク着用、職員は従事内容により手袋やフェイスシールドを着用、定期的な換気、投票記載台や老眼鏡、展示器具などの定期的な消毒、使い捨て鉛筆の用意、ご自分で持参した黒色の鉛筆やシャープペンシル、ボールペンなどでも記入できます。黒以外の筆記用具は読み取りができないためお控えください。投票用紙への記載場所は一定の間隔を空けて設置。期日前投票所における混雑、集中緩和のため、
選挙管理委員会ホームページで投票者数に関する情報を提供。有権者の皆様にもご協力をお願いします。マスクの着用、咳エチケット、手指のアルコール消毒、アレルギーなどにより消毒が困難な方は係員までお申し出ください。並ぶ際は一定間隔を確保。積極的な期日前投票の活用。投票所入場整理券の裏面にある宣誓書を記入の上ご持参ください。投票所一覧表。第一投票区、八街市役所第四庁舎、第四会議室、地区名、一区。第二投票区、二区青年館、二区七区。第三投票区、三区コミュニティセンター、三区。第四投票区、八街中央中学校、北棟会議室、四区、五区、ライオンズガーデン。第五投票区、六区農村集落センター、六区。第六投票区、大東区コミュニティセンター、大東。第七投票区、ひじかいコミュニティセンター、ひじかい希望の森。第八投票区、八街北中学校体育館、住野藤野台、八街えのき戸学園台。第九投票区、八街北小学校体育館、えのき戸泉台。第十投票区、富山コミュニティセンター、富山大関。第十一投票区、緑台コミュニティセンター、米原緑台。第十二投票区、西林コミュニティセンター、西林。第十三投票区、スポーツプラザ体育館、夕日が丘、希望が丘。第14投票区、下区コミュニティセンター下区。第15投票区、滝台区コミュニティセンター滝台。第16投票区、山田台コミュニティセンター山田台。第17投票区、南部老人憩いの家沖。第18投票区、大やるコミュニティセンター大やる小やる瀬田。第19投票区、持ち草公民館根小屋岡田持ち草。第20投票区、東吉田集会所東吉田。第21投票区、川上小学校体育館吉倉伊佐子ガーデンタウン。第22投票区、上伊佐子安らぎの家、上伊佐子。第23投票区、朝日区コミュニティセンター、朝日。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 443-1113。これで1ページを終わります。2ページ。令和5年度保育園など入園申し込みのご案内。市内認可保育園、認定こども園などの令和5年度入園申し込みを受け付けます。手続きは認定区分により異なります。利用手続きの流れ。認定区分1号、認定こども園。入園願書を認定こども園に、認定申請書は市に提出します。その後、認定こども園より、先行入園の内定の通知があります。また、八街市からは、認定証の交付がされます。認定区分2号3号、保育園、認定こども園、小規模保育事業 A 型。認定保育園などは、認定申請書と
入園申込書を市に提出します。その後、八街市より認定証の交付、また利用決定通知、または利用保留通知が届きます。入園の決定、認定保育園などの入園決定は申し込み順ではなく、保育を必要とする事由の状況を考慮の上決定します。また、保育を必要とする認定、2号、3号を受けても、入園申し込み者が多く、定員に余裕がないときは利用できない場合もあります。入園決定通知は、令和5年2月上旬に郵送予定です。事前の問い合わせはご遠慮ください。市外の認定保育園などを申し込みする場合は、早めに子育て支援課へお問い合わせください。入園申し込み書の配布受付日程、配布開始日、11月1日火曜、月曜から金曜日、祝日を除く。配布場所、子育て支援課。受付日時、12月1日木曜、2日金曜、4日日曜3日間。午前9時から午後3時30分。12月3日土曜は受け付けません。受付場所、総合保健福祉センター。お持ちいただくもの、必要事項を記入した申請書、母子健康手帳、マイナンバーがわかるもの、本人確認できるもの、家庭状況などをお聞きしますので、入園希望のお子さんと保護者の方がお越しください。申し込み書を提出したが、現在入園できていない方、待機されている方も新たに申し込みが必要となります。12月1日木曜、午前中の受付は大変混雑が予想されます。問い合わせ、子育て支援課、電話、443-1693。認定区分。1号、認定こども園。満3歳以上で教育を希望する場合。2号、保育園、認定こども園。満3歳以上で保育を必要とする事由に該当する場合。3号、保育園、認定こども園など、満3歳未満で保育を必要とする事由に該当する場合、保育園などの一覧、八街市立保育園、保育園名八街保育園、所在地八街2-112、電話番号、電話443-1727、三住保育園、八街保215、443-1020、朝陽保育園、八街派21、444-0099、更新保育園、八街路111、444-0519、二州第一保育園、山田台、671-1、445-4003、二州第二保育園、下区、1938、445-5021、私立保育園、生活クラブ、風の村保育園、八街、東吉田、8-5、440-2008、八街開拓保育園、八街に、66-4、442-4545、私立認定こども園、
明徳八幡子ども園、八幡歩 559-2-444-2402、 八幡泉子ども園、えのき戸 354-2-442-1234、 小規模保育園事業 A 型、ひよこのおうち、ひじかい 301-221、 308-9245、 いろはに保育園、八幡歩 728-298、 308-3395。 第66回八幡市ピーナッツ駅伝大会参加チームの募集。日時、令和5年1月15日日曜。小雨欠航、悪天候中止。コース、スポーツプラザ入り口、大やるコミュニティセンター前、伊佐子坂上、南部老人憩いの家前、上伊佐子安らぎの家前、下区コミュニティセンター前、関根商店倉庫駐車場前、東吉田スポーツプラザ体育館前、スタート地点ゴール地点スポーツプラザ、中学女子女子の部のスタートは南部老人憩いの家前です。対象、市内在住在勤在学者。高校の部は市外在住か。定員80チーム先着順。部門、中学男子の部、中学女子部、女子の部、高校の部、一般の部、オープンの部、先着20チーム。チーム編成、登録人数、中学男子の部、選手8人、補欠3人まで。中学女子、女子、高校、一般、オープンの部、選手5人、補欠2人まで。参加費、1チーム1000円、中学生、高校生のチーム500円。申し込み期間、11月1日火曜から30日水曜。毎週月曜、11月4日金曜、24日木曜日の休館日を除く。申し込み、スポーツ振興課の窓口、E メール、ファックスのいずれかで、申し込み書、誓約書を提出してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み、問い合わせ先、スポーツ振興課、電話 443-1465、ファックス 443-8005、E メール、suposhin-taki@city.yachimata.lg.jp スポーツレクレーション祭ディスクゴルフ大会を開催。4年ぶりにスポーツレクレーション祭り、ディスコゴルフ大会を開催します。日頃の腕試しをしてみたい方はもちろん、初心者の方でも当日レクチャーを受けて大会に参加できます。日時、12月4日日曜、雨天中止、午前9時から午後0時30分、会場、スポーツプラザ、定員、一般の部、中学生以上20人。ファミリーペアの部、小学生以下と保護者、
16人8組。費用無料。申し込み、12月2日金曜までにスポーツ振興課に電話などで申し込み。新型コロナウイルス感染症の影響により中止とする場合があります。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 443-1465。 第61回秋の市民ハイキング参加者を募集。成田山新勝寺境内、成田山公園を巡る。日時、11月27日日曜、午前9時30分から正午。集合場所、栗山公園 SL 前集合。成田市花咲町 749-1。 対象、中学生以上の市内在住在勤者。中学生は保護者の同伴が必要です。定員30人、申し込み順。1人で2人分まで申し込みか。費用1人300円。申し込み。申し込み期間内に費用を添えて、スポーツ振興課窓口で申し込み。電話での申し込みは受けません。申し込み期間。11月5日土曜から18日金曜。午前8時30分から午後5時15分。当日は現地集合、現地解散となります。スポーツ振興課での駐車場の用意はありません。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 443-1465。 2ページを終わります。3ページ。高齢者の相談窓口、地域包括支援センターです。4。地域包括支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう、主任ケアマネージャー、保健師、社会福祉士などの専門職が連携を取り、高齢者の支援をします。認知症や介護予防について知りたい。退院後の生活が心配。介護サービスについて知りたい。など、ご相談ください。今回は、アルツハイマー型認知症の原因や治療を紹介します。アルツハイマー型認知症の原因。アルツハイマー型認知症の脳組織には、アミロイド斑や、神経原線維変化が見られます。さらに脳の中の神経細胞のつながりがうまくいかなくなっているのが特徴です。脳の中で記憶に関係する部位、海馬にアミロイド、神経細胞の中にタウという異常タンパクが蓄積し、はじめに海馬が萎縮して、最後には脳全体が萎縮します。このような変化は症状が出る10年以上前から起きていると考えられます。また約 10% の家族性アルツハイマー病では遺伝子の異常が判明してきていますが、ほとんどの患者は異常タンパクが蓄積する原因は分かっていません。アルツハイマー型認知症の治療、残念ながらまだ根本的な治療法はありませんが、この病気で脳内に不足している物質を補う薬物治療で、記憶障害の進行を遅らせることは可能になってきました。その他、気分が落ち込んだり、幻覚症状が出たり、徘徊、怒りっぽくなるといった症状が出ることもありますが、それぞれの症状に合わせた薬物療法が行われる場合があります。現在では異常アミロイドがたまらないようにする治療が開発されつつあります。次回はアルツハイマー型認知症のケアのことや、
自分でできるチェックリストを紹介します。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 443-1207、南部地域包括支援センター、電話 308-3426、広報や巷に関する市民アンケートの結果報告、8月1日月曜から31日水曜の期間、広報や巷に関する市民アンケートを実施し、119人の方からご協力をいただき、ありがとうございました。いただいたご意見を分析、検証し、今後の広報や巷に役立てていきます。アンケート結果は市ホームページで公開しています。問い合わせ、秘書広報課、電話 443-1112。 介護予防リーダー養成講座。介護予防とは、介護が必要な状態になることを予防すること、また介護が必要な状態であっても、心身の状態を悪化させないように維持・改善していくことです。介護予防の重要性や知識、運動技術を学び、地域のリーダーとして活動していただきます。現在10人のリーダーが出張介護予防教室などで活躍中です。日時、11月21日月曜午後、11月30日水曜午前、12月20日火曜午後全3回、午前は午前8時45分から午後0時10分、午後は午後1時30分から5時、会場、総合保健福祉センター、内容、八街市の現状、介護予防リーダーについて、高齢者の特徴、介護予防のポイントと実践について、運動、栄養、口腔機能、コミュニケーションに関することなど、対象、次の要件をすべて満たしている方、市内在住の方、講座終了後、地域で行う高齢者の集まりで活動いただける方、3回の講座が受講できる方、定員15人、申し込み順、締め切り11月18日金曜、申し込み、地域包括支援センター、電話 443-1207、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間が12月31日まで延長。支給対象世帯1、総合支援資金の再貸し付けを借り終わった世帯2、総合支援資金の再貸し付けが不承認となった世帯3、総合支援資金の再貸し付けの相談をしたものの申し込みに至らなかった世帯4、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸し付けを借り終わった世帯、令和4年12月までに借り終わる世帯、再貸し付けを利用中の場合を除く、新たに4に該当する方には案内と申請書を郵送しています。対象になるにもかかわらず、お手元に届かない場合、また、3に該当する場合は、社会福祉課へお問い合わせください。支給月額期間、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円、3ヶ月間、申請期限12月31日必着。申請方法、郵送。支給にあたっては収入や資産、給食活動等の要件があります。また、生活保護受給世帯、職業訓練、
受講給付金、受給世帯は対象外となります。問い合わせ、社会福祉課、電話 443-1622。家庭ゴミの減量化にチャレンジしよう。家庭から出されるゴミの減量化を促進するため、生ゴミ処理容器、コンポスト、EM 容器と電気式生ゴミ処理器を購入・設置した世帯に補助金を交付しています。補助対象となる方、市内に住所があり、現在住んでいる。生ゴミ処理容器、電気式生ゴミ処理器を設置する場所がある。市税などを滞納していない。生ゴミ処理容器、電気式生ゴミ処理器を維持管理できる。処理後の生ゴミを自ら処理できる。補助対象基数、補助金額、生ゴミ処理容器、補助基数1世帯2基まで、補助金額購入費2分の1、上限3000円。電気式生ゴミ処理器、補助基数1世帯1基まで、補助金額購入費2分の1、上限2万円。補助金額は100円未満を切り捨てた金額です。購入設置後3ヶ月以内に、交付申請書に必要書類を添えて、クリーン推進課に提出してください。交付申請書は市ホームページからダウンロードできます。その他、生ゴミの減量方法として、土に還元する帰営炉という手法があり、庭の土を利用して、土の中にいるバクテリアなどにより生ゴミを分解させるものです。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、クリーン推進課、電話 443-6937。初めてのリラックスストレッチ。自宅でできるリラックスリフレッシュストレッチです。日時11月27日日曜、12月11日日曜、各日午前10時から11時、会場、老人福祉センター UU、内容、講師による初心者ストレッチ教室、対象、市内在住で60歳以上の初心者で両日参加できる方、定員10人申し込み順、費用無料、申し込み11月9日水曜午前9時から老人福祉センターに電話または来所で申し込み、持ち物、動きやすい服装、飲み物、タオル、ヨガマットまたはそれに代わるもの。新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。問い合わせ、老人福祉センター UU、電話 443-5211、3ページを終わります。4ページ、11月、12月は市税等徴収強化月間です。11月、12月を市税等徴収強化月間として、啓発活動や市税等徴収の強化に取り組みます。実施する主な事業、啓発用ポケットティッシュの配布やポスターの掲示、公用車などに徴収強化月間のステッカーを添付、市税、国民健康保険税滞納者に対する納税催告、滞納者への電話催促など、市税などの納付に関してのお願い。皆さんが納めている税金は、住みよい町づくりを推進するための大切な財源です。市税や国民健康保険税に納め忘れがないか、もう一度ご確認をお願いいたします。納期限内納付にご協力ください。市税などの納期限は納税納入通知書または納付書に記載しています。
今一度納期限を確認され、納め忘れのないようお願いします。納期限を過ぎた場合は督促状を送付します。督促状の発送後においても納付がない場合は法令に従って給与などの差し押さえを実施します。口座振り替えによる納付。口座振り替えは指定された口座から自動的に引き落とされるため、納付に出向く手間もなく納め忘れもないため安心です。スマートフォン決済アプリによる納付。スマートフォン決済アプリ LINE Pay、PayPay、PayView を利用して市税などの納付がご利用できます。詳しい利用方法は各アプリの公式ホームページをご確認ください。クレジットカードによる納付。市ホームページから八街市納付サイトにアクセスし、クレジットカード情報など必要事項を入力することで納付手続きができます。納付金額に応じたシステム利用料と通信料がかかります。カード会社の決済時に付与されるポイントと比べた上でご利用されることをお勧めします。ペイジーによる納付。ペイジーに対応しているインターネットバンキング、モバイルバンキングの契約があれば、ネットからの手続きで納付ができます。手数料はかかりませんが、通信料が発生します。ペイジー対応の ATM では、現金またはキャッシュカードで納付できます。滞納者への対応、特別な理由もなく、市税などを納付しない滞納者に対して、税負担の公平性を確保するため、次のような処分を実施しています。1、給与などの照会、差し押さえ。2、預貯金の調査、差し押さえ。3、動産、不動産の調査、捜索、差し押さえ。4、国民健康保険税滞納者への対応。国民健康保険税滞納者には1から3の処分に加え、通常よりも有効期限の短い短期被保険者証を交付。さらに滞納が長期間続いている方には被保険者資格証名称を交付しています。インターネット購買などを実施。市税などの滞納により差し押さえた財産はインターネット購買などを実施して売却しています。インターネット購買、観光庁オークションや千葉県合同不動産購買において落札により売却された代金を滞納税などに充てています。弁護士による多重債務者相談無料を実施。多重債務により市税などの納付が思うようにできない方を対象に弁護士による無料相談を行っています。日時、毎月月末の日曜会長日午後2時から4時。定員6人。申し込み順、事前予約。納税相談をお受けしています。新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合や病気や失業などの事情により納付期限までに市税や国民健康保険税を納めることができない場合にはお早めに納税課にご相談ください。また仕事などで平日の業務時間内に納税相談や納付に来られない方は日曜会長や夜間窓口をご利用ください。納税の猶予減免制度があります。災害や病気などの影響によりすぐに納税することが困難な場合は納税の猶予制度を利用できる場合がありますので納税課へご相談ください。
また、国民健康保険税は、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年に比べて10分の3以上減少する見込みがあるなど、一定の条件を満たす場合は、減免が認められる場合がありますので、国庫年金課へご相談ください。問い合わせ、納税課、電話 443-1115、国庫年金課、電話 443-1139。令和5年度有料登録制自転車駐車場の第一次利用登録申し込み受付を開始。八街駅前第一自転車駐車場、第五自転車駐車場の令和5年度、令和5年4月1日から令和6年3月31日の第一次利用登録申請受付を開始します。登録希望の方は必ず受付期間内に申請してください。申請受付期間、11月1日火曜から令和5年1月24日火曜、土曜、日曜日、祝日、年末年始は市役所受付で午後5時まで受け付けます。郵送の場合は令和5年、1月24日火曜、消印有効です。申請受付方法、利用登録申込書に必要事項を記入の上、都市計画課へ郵送または持参してください。新型コロナウイルスなどの感染症対策として、郵送による申請にご協力ください。申請書配布開始日、11月1日火曜。申請書は、都市計画課、市役所受付、JR 八街駅自由通路に設置しているほか、市ホームページからダウンロードできます。10月14日金曜時点で、利用登録している方に申請書などを郵送していますが、届かない場合は市ホームページからダウンロードしてください。第一次受付終了時点で許容台数を超えた場合は抽選となり、空きがある場合は令和5年3月15日水曜から継続して受付します。問い合わせ、都市計画課、電話 443-1430。全国一斉の緊急情報の伝達訓練、地震や津波、武力攻撃などの災害時に全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国からの緊急情報を様々な手段で確実に皆様へお伝えするため、情報伝達訓練を行います。八街市が実施する訓練は次の通りです。伝達訓練日時、11月16日水曜、午前11時、情報伝達手段、防災行政無線の試験放送、八街市内47カ所にある防災行政無線から、午後5時、11月から3月は、午後4時30分に実施している、チャイムと同じくらいの音量で次の放送内容が一斉に放送されます。放送内容、防災行政無線チャイムプラス、これは J アラートのテストですを3回、こちらは防災八街ですプラス、防災行政無線チャイム。問い合わせ、防災課、電話 443-1119。 全年齢向け再就職支援セミナーを開催。すぐに役立つ就職スキルの向上をテーマに、
千葉県ジョブサポートセンターの講師によるセミナーを開催します。日時12月8日木曜午前10時から正午、会場総合保健福祉センター。対象在職休職中問わず就職活動中の方、定員20人、先着順、要電話予約。セミナー終了後、参加者を対象に生活・就労に関する出張相談、先着4人を行います。雇用保険の求職活動実績の対象となりますので、雇用保険受給資格者証を当日ご持参ください。感染対策のため、手洗い、マスクの着用をお願いします。申請、商工観光課、電話 443-1405。 八街教育の日月間事業、ひまわり絵画展。市の花であるひまわりをテーマに、市内の小中学生から募集した作品をひまわり絵画展として開催します。日時11月19日土曜から12月4日日曜、午前9時から午後9時、会場中央公民館。問い合わせ中央公民館、月曜休館、電話 443-3225。 4ページを終わります。5ページ。健康診断はお済みですか？対象、40歳以上の八街市国民健康保険加入者。集団検診、整理券配布方式。日時、11月20日日曜、21日月曜、23日水曜。午前の部、午前9時から11時。午後の部、午後1時30分から3時。日時、11月22日火曜。午後の部、午後1時30分から3時。夜間の部、午後5時から6時50分。午前、午後の部の整理券は、受付時間30分前から配布します。夜間の部は、完全申し込み制で、11月15日火曜までに市ホームページまたは国保年金課窓口で申し込み、先着順で電話申し込み不可。当日は整理券配布時に受診者本人の検温、健康チェックが必要です。個別検診、会場新八街総合病院、すすい虎ノ門クリニック、千葉市水病院、成田富里特集会病院。日時、令和5年3月31日まで。医療機関の受診可能日時、おおむね予約制。予備検診、会場千葉診療所。日時、令和5年2月28日火曜まで。医療機関の受診可能日時、完全予約制。詳しくは市ホームページでご確認ください。費用1000円。人間ドック助成や JA 組合検診を受ける予定のある方は、特定検診を併用することはできません。定期的に通院されている方や、職場などで健康診断を受けられている方は、検査結果の提供にご協力ください。国保30代健診も今年度最後のチャンス。対象、30歳以上の八街市国民健康保険加入者。昭和58年4月1日から平成5年3月31日生まれ、
集団検診または予備検診で受診できます。対象の方で受診票が届いていない場合は国保年金課へお問い合わせください。問い合わせ国保年金課電話443-1139、それぞれ QR コードが掲載されております。第43回八街市婦人祭輝く女性の研修会開催の中止。11月に開催予定の第43回八街市婦人祭輝く女性の研修会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。楽しみにされていた皆様、並びに関係者の方々にはお詫び申し上げます。問い合わせ、社会教育課、電話443-1464。令和4年、秋季全国火災予防運動実施、11月9日から15日。全国統一防火標語。お出かけは、マスク閉じまり火の用心。住宅、防火命を守る10のポイント。4つの習慣。寝タバコは絶対しない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは、火のそばを離れない。コンセントは、ホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災を発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、家を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火・防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。我が家の住宅用火災警報器、今すぐチェック。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるためとても危険です。10年を目安に交換しましょう。ボタンを押す、または紐を引いて作動確認をし、10年経っていなくても故障などの場合は交換が必要です。火災警報器を設置した時に記入した設置年月、または本体に記載されている製造年を確認してください。地震の時、自動で電気を遮断できる感震ブレーカーをつけましょう。東日本大震災における本震による火災全111件のうち、原因が特定されたものが108件、そのうち過半数が電気関係の出火でした。地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電が復旧した時に発生する火災のことです。感震ブレーカーは地震発生時に設定値以上の揺れを感知した時にブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置は不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。ホームセンターや
家電量販店などで購入が可能です。問い合わせ、桜市、八街市、酒々井町、消防組合消防本部予防課、電話 481-1217。 八街激うまラーメン祭りが開催されました。八街市指定志向30周年記念事業として欅の森公園において八街激うまラーメン祭りが9月17日土曜から19日月曜第1陣、9月23日金曜から25日日曜第2陣の計6日間にわたり開催されました。日本全国から集まった人気ラーメン店や八街市内飲食店がコラボし、全16店舗が出店されました。9月ということもあり、雨が多く降る日もありましたが、熱心なラーメンファンから家族連れまで幅広い方々が来場され、八街市初のラーメンイベントは大きなにぎわいを見せていました。当日の写真が掲載されております。11月の移動交番情報。1日火曜午前、南部老人憩いの家。午後、イオン八街店。2日水曜午前、セブンイレブン山田大店。4日金曜午後、肘貝コミュニティセンター。7日月曜午後、ファミリーマート八街五宝区移転。8日火曜午前、ランドローム東吉田店。午後、一区コミュニティセンター。6日水曜午前、上伊佐子安らぎの家。10日木曜午後、霞朝日店。11日金曜午前、コメリハード&グリーン八街中央店。午後、富山コミュニティセンター。14日月曜午前、肘貝コミュニティセンター。午後、ランドローム東吉田店。15日火曜午前、イオン八街店。16日水曜午前、南部老人憩いの家。午後、泉台区民センター。17日木曜午前、セブンイレブン山田大店。午後、ファミリーマート八街五宝区移転。21日月曜午前、上伊佐子安らぎの家。午後、一区コミュニティセンター。22日火曜午後、霞朝日店。24日木曜午前、コメリハード&グリーン八街中央店。午後、富山コミュニティセンター。25日金曜午前、ファミリーマート八街五宝区移転。午後、肘貝コミュニティセンター。28日月曜午前、南部老人憩いの家。29日火曜午前、イオン八街店。午後、ランドローム東吉田店。30日水曜午前、一区コミュニティセンター。午後、コメリハード&グリーン八街中央店。午前は午前10時から11時30分。午後は午後2時から3時30分。事件・事故の発生、天候により変更になる場合があります。問い合わせ、桜警察署八街幹部交番。電話 484-0110、 内線 515。 これで5ページを終わります。6ページ、みんなの広場。伝言板、催し、講座。一人一人が乗りやすい乗り合いタクシーを目指して大いに語ろう会。日時、
11月13日日曜午後1時30分から3時30分、会場大やるコミュニティセンター。内容、意見交換会。対象、乗り合いタクシーを求めている方。費用、無料。問い合わせ、にぎやまひろこ。電話、445-5899。お知らせ、事業承継セミナーを開催。後継者にとって夢のある事業承継にするために、将来のビジョンと自社の強みを生かす事業承継を学びませんか。日時、12月2日金曜午後1時30分から3時30分。会場、八街商工会議所。定員30人、先着順。費用無料。締め切り、11月21日月曜。申し込み、八街商工会議所指導課。電話、443-3021。個人事業税は、納期限内納付を。個人事業税の第2期分の納期限は11月30日水曜です。金融機関窓口やコンビニエンスストアのほか、インターネットを利用したクレジットカード納付、スマートフォンで、モバイルレジアプリ、PayPayなどを利用していつでも納付ができます。必ず納期限内に納めましょう。問い合わせ、桜県税事務所。電話、483-1115。年末調整に関するお知らせ。例年、源泉徴収義務者の方に、年末調整の仕方、源泉徴収税額表、給与所得の源泉徴収表等の法定調書の作成と提出の手引きを送付していましたが、今後は国税庁ホームページに年末調整などに関する書類が掲載されますので、国税庁ホームページを案内したリーフレットなどを送付します。また、年末調整手続きを電子化することにより、各種控除額の減算や控除証明書などのチェックがなくなるなど簡便化されました。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。問い合わせ、成田税務署法人課税第2部門。電話、0476-285151。音声案内で2番を選択。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書は年末調整、確定申告まで大切に保管を。国民年金保険料は、所得税、住民税の申告の際、全額社会保険料控除の対象となり、その年の1月1日から12月31日に納付した保険料が対象です。社会保険料控除を受けるには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。令和4年1月1日から9月30日の間に、国民年金保険料を納付された方に、社会保険料、国民年金保険料控除証明書を10月下旬から11月上旬に日本年金機構から送付しますので、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。令和4年10月1日から12月31日の間に今年初めて国民年金保険料を納付された方は、令和5年2月上旬に送付予定です。また、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、本人の社会保険料控除に加えることができますので、家族宛に送られた
控除証明書を添付の上申告してください。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書の照会は、控除証明書のはがきに記載の電話番号にお問い合わせください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。 050から始まる電話の場合、電話 03-6630-2525。 税を考える習慣。国税庁では毎年11月11日から17日を税を考える習慣として、様々な広報・広聴を実施しています。主な取り組み、国税庁ホームページに特設ページ、これからの社会に向かってを開設。新着動画を YouTube の国税庁動画チャンネルや国税庁インターネット番組ウェブタックステビに公開。新着情報などの各種情報を Twitter で発信。利便性向上への取り組み、スマホやパソコンからの申告書の作成、提出や納税証明書の請求、受け取り、キャッシュレス納付、AI チャットボット、双葉による税務相談などを行っています。問い合わせ、成田税務署、電話 0476-285151。 国税庁ホームページの QR コードが掲載されております。11月は動物による危害防止対策強化月間。犬に噛まれないために、県内では毎年子供が犬に噛まれて怪我をする事故が起きています。次のことに注意して事故を防ぎましょう。知らない犬には近づかない、手を出さない。知っている犬であっても注意する。近づく場合は飼い主の了解を取り、犬が落ち着いていることを確認する。餌を食べているとき、おもちゃで遊んでいるときは触らない。取られると思って攻撃する場合がある。しつこく触るなど犬が嫌がることをしない。慣れた犬でも我慢の限度がある。放たれている犬を見ても走らない、大声を出さない、逃げると追いかけてくることがある。犬と目を合わさず静かに離れる。飼い主がわからない犬が放たれている場合は、千葉県動物愛護センターに通報してください。問い合わせ、千葉県動物愛護センター、電話 0476-935711。 11月25日から12月1日は、犯罪被害者週間です。犯罪被害などに遭われた方や、その家族が犯罪により受けた被害から立ち直り、再び地域において平穏に過ごせるようになるためには、地域の人々の理解と配慮が必要です。性犯罪被害相談電話、0120-018103、短縮ダイヤル、#8103、ハートさん。問い合わせ、桜警察署、電話 484-0110。 11月は児童虐待防止推進月間。もしかしてためらわないで、いち早く虐待かもしれないと感じたら迷わずご連絡ください。怒鳴り声が聞こえる、子供の泣き声が絶えない、服装がいつも汚れているなど、虐待を受けていると思われる子供を見つけた時や、ご自身が出産や子育てに悩んだ時は、児童相談所や
子育て支援課に連絡または相談してください。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。連絡は匿名でも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は厳重に守られますので、安心してご連絡ください。相談通告先、子ども家庭110番、電話252-1152、千葉県中央児童相談所、電話253-4001、子育て支援課、家庭児童相談室、電話443-1693、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早く、女性に対する暴力をなくす運動、11月12日土曜から25日金曜の2週間を運動週間とし、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を目的として実施されます。配偶者などからの暴力、性犯罪、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などの被害を受けている方は、一人で悩まず相談を。相談先、女性の人権ホットライン、電話0570-070-810、DV 相談ナビ、電話0570-055210、子育て支援課、家庭児童相談室、電話443-1693、八幡駅北口一を開催します。日時11月6日日曜、午前10時から午後3時、雨天時または新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。会場、八幡駅北口広場、内容、八幡産落花生や新鮮野菜などの販売、様々なステージイベント、マスクの着用、手指消毒にご協力をお願いします。問い合わせ、八幡未来小野、電話444-6007、6ページを終わります。7ページ。こんにちは、保健センターです。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話443-1631。すくすく相談、予約制。保健師、栄養士、歯科衛生士が育児に関する様々な相談に応じます。体重の増え、身長の伸びが気になる、ミルクの飲みが少ない、離乳食が進まない、言葉が遅い、発達が心配、歯磨きが上手にできないなど、育児でお困りの方、ご相談ください。相談は無料です。日時、11月28日月曜、午後1時30分から3時、会場、総合保健福祉センター、対象、1歳6ヶ月未満のお子さんとその保護者、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お子さんのマシン風疹混合ワクチン2期をお済みですか？マシン風疹混合ワクチン2期は、小学校就学前1年間で接種する予防接種です。マシンは、はしかと呼ばれ、急性発熱性発疹性の感染症で、特異的な治療法はなく、脳炎や髄膜炎などの重い合併症で致命的な事態を招くことがあります。風疹は妊娠
早期に妊婦が感染すると、胎児に難聴、心疾患、白内障などの障害を残すことがあります。接種がお済みでない場合は、体調の良い時に早めに接種しましょう。対象者、小学校就学前の年長児。接種期限、令和5年3月31日金曜まで。接種期限を過ぎると費用が発生します。予診票を紛失された場合は、母子健康手帳をお持ちになり、健康増進課へお越しください。体検事、私が変わる。生活習慣病予防教室。生活習慣病とは、食事や運動、喫煙、飲酒といった生活習慣が原因で引き起こされる病気です。日本人の最大死因である、がん、脳血管疾患、心疾患、さらに脳血管疾患や心疾患の危険因子となる、動脈硬化症、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などは、いずれも生活習慣病であるとされています。生活習慣を改善することにより、病気の発症、進行が予防できます。自分の生活習慣を振り返る、みんなで一緒に学んでみませんか？日時、令和5年1月13日金曜、午後1時から4時。令和5年1月26日木曜、午後1時から4時、全2回。別日で個別面接日があり、会場、総合保健福祉センター、内容、生活習慣病に関する基礎知識、運動、食事、歯の口話、運動実技、個別の行動目標に対する生活改善への取り組み。定員12人抽選。対象40から74歳で、要件1から6のいずれかが該当し、2日間参加できる方。令和4年度特定保健指導対象者を除く。要件1、血圧130/85mmHg 以上。2、中性脂肪 150mg/dL 以上。3、LDL120mg/dL 以上。4、HDL40mg/dL 未満。空腹時血糖 100mg/dL 以上。ヘモグロビン A1C 5.6% 以上。締め切り12月16日金曜。申し込み締め切り後に抽選を行い、受講可否を文書でお知らせします。在宅訪問歯科診療。65歳以上で寝たきりなどにより、歯科医院への通院が困難な方を対象に、在宅にて歯科診療を実施しています。歯が痛い、入れ歯が合わない、入れ歯が割れてしまったなどで、歯科診療を希望する寝たきりの方がいましたら、健康増進課に申し込みください。事前に保健師と歯科衛生士で、健康状態、お口の中の状態を調査し、その後、歯科医師による歯科診療を行います。家庭で歯科診療を行いますので、診療内容には限度があります。また、健康保険の適用範囲内の診療となり、治療費は自己負担となります。骨髄移植ドナー支援、骨髄、末梢血管細胞の提供者、ドナーとドナーが勤務する事業所を対象に助成金を交付しています。ドナー、市内に住所があり、日本骨髄バンクで骨髄などの提供を完了し、証明する書類の交付を受けている方。
ドナーが勤務する事業所、ドナーの方にドナー休暇を与えた国内の事業所、助成金、骨髄、末梢血管細胞の提供に必要な通院、入院などが助成金の対象です。ドナー、1日に月2万円、上限7日。ドナーが勤務する事業所、1日に月1万円、上限7日。申請期間、退院した日の翌日から1年以内に健康増進課へ申請してください。申請書などは市ホームページからダウンロードできます。QR コードが掲載されております。第33回腎臓病を考える会。日時、11月20日日曜、午後1時から3時30分。会場、ホテルポートプラザ千葉。定員80人。費用無料。申し込み不要です。問い合わせ、特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会、電話 256-4661。 こんにちは保健センターですの掲載内容については、災害または新型コロナウイルス感染症などの影響により変更・中止となる場合があります。子育て親子の交流の場、親子サロンひまわり。日時、祝日を除く月曜から金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から3時30分。会場、朝陽幼稚園内。対象、就学前の幼稚園、保育園に通園していないお子さんとその保護者。問い合わせ相談先、電話 090-4420-5858。 電話相談も受け付けています。入室時に検温、手指消毒、保護者の方はマスクの着用をお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。問い合わせ子育て支援課、電話 443-1693。 初心者向け出張スマホ教室を開催。八街市と通信事業者を連携し、初心者向けのスマートフォン教室を開催します。スマホの使い方、マイナンバーカード、マイナポイントの申請などを講師の方にオンラインで教えていただけます。参加するには予約が必要です。日時や会場など詳しくは予約する際にご確認ください。予約の電話番号、通話料無料。電話 0800-111-9442。 午前10時から午後6時。問い合わせ、企画制作課、予約キャンセル以外、電話 443-1114。 これで7ページ終わります。8ページ、図書館に行ってみよう。図書館のホームページ、https://www.library.yachimata.chiba.jp。 電話番号 043-444-4946。 午前9時から午後5時。今月の催し、パラダイスシアター、11月3日木曜、文化の日特別映画会、講談師神田松之丞。11月6日日曜、バラッド、名もなき恋の歌。11月20日日曜、不思議駄菓子屋、銭天堂、一貫
第6から第10話。11月27日日曜、家康江戸を建てる。上映開始時間午前10時30分から午後2時から。11月13日日曜は、ジュニア師匠認定式を行うため、パラダイスシアターはありません。八街教育の日月間子ども科学講座、知りたい天気の不思議、風、八ぼこり、雲、光の知識、どうして風が吹くの、八ぼこりは気象衛星画像にも映って見える、など風についての質問や雲、光による大気現象をわかりやすく解説します。日時11月26日土曜午前10時30分から正午、受付時間午前10時15分から、講師、一般社団法人日本気象予報士会千葉支部気象予報士伊藤常治氏、対象、市内在住在学の小学3年から6年生の児童、定員20人申し込み順、費用無料、申し込み図書館カウンターまたは電話で申し込み、今月の休館日7日14日21日28日30日、図書館ホームページの QR コードが掲載されております。11月の移動図書館ひばり号巡回予定日時、2日16日毎月第1第3水曜日、肘会コミュニティセンター午後1時40分から2時、えのき戸第2児童公園付近泉台午後2時20分から2時40分、藤野台集会所午後2時50分から3時10分、緑台第一児童公園午後3時30分から3時50分、17日毎月第1第3木曜日、二州小学校沖分校午前10時10分から10時30分、八街市役所午後0時40分から1時、富山コミュニティセンター午後1時20分から1時40分、市営住宅徴用団地午後2時から2時20分、9日毎月第2第4水曜日、二州小学校午後1時10分から1時30分、宮野原コミュニティセンター午後1時50分から2時10分、上伊佐子安らぎの家午後2時20分から2時40分、吉倉ガーデンタウン午後3時から3時20分、希望が丘コミュニティセンター隣午後3時40分から4時、10日24日毎月第2第4木曜日、市営住宅ささびき団地午前9時40分から10時、大やる子供の遊び場午後2時から2時20分、持ち草公民館午後2時30分から2時50分、旭区コミュニティセンター午後3時20分から3時40分、祝日は運休、暴風雨などの警報が発令されたときは運行を中止します。図書館は休館日、祝日を除く毎週水曜日、金曜日は午後7時まで開館しています。夜間及び休日の市税納付、納税相談窓口、日時、夜間11月1日火曜、8日火曜、15日火曜、22日火曜、29日火曜、午後5時15分から8時、
休日11月27日日曜午前8時30分から午後5時。会場納税課、内容市税の納付、納税相談、問い合わせ、納税課、電話 443-1115。 市役所の日曜会長日、今月は11月27日日曜です。市民課、課税課、納税課、国保年金課で業務の一部を取り扱います。ご利用ください。住民移動が伴う業務、国民年金業務、後期高齢者医療保険業務は取り扱うことができません。今月の納付、国民健康保険税5期。相談コーナー、相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。法律相談弁護士、11月2日水曜、16日水曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター。相談当日、午前8時30分から電話で受付、先着10人まで。申し込み、社会福祉協議会、電話 443-0748。心配事相談、11月2日水曜、16日水曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 443-0748。 司法書士相談、11月8日火曜、午後4時から6時、総合保健福祉センター。相談当日、午前8時30分から電話で受付、先着6人まで。申し込み、八街司法書士事務所、電話 308-4227。 ハローワーク千葉出張相談、11月8日火曜、午前10時から正午、11月25日金曜、午後1時から3時、総合保健福祉センター。生活困窮世帯や一人親家庭などが対象で、各日先着4人まで。予約制。申し込み、社会福祉協議会内自立相談支援窓口、電話 312-0766。気になる子どもの個別相談、11月26日土曜、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター。予約制で先着6人まで。申し込み、社会福祉協議会、電話 443-0748。 年金相談、11月17日木曜、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター。社会保険労務士が相談、書類の書き方なども含むを受けます。受付は午後2時30分まで。問い合わせ、国保年金課、電話 443-1139。交通事故相談、11月18日金曜、午前10時から午後3時、総合保健福祉センター。予約制で相談日の2日前までにご連絡ください。申し込み、防災課、電話 443-1119。 人権相談、11月24日木曜、午後1時から3時、総合保健福祉センター。人権擁護委員が相談を受けます。事前に電話連絡をお願いします。問い合わせ、総務課、電話 443-1113。行政相談、
11月24日木曜午後3時から5時、総合保健福祉センター行政相談委員が相談を受けます。事前に電話連絡をお願いします。問い合わせ総務課電話443-1113。心の健康相談、11月14日月曜午後2時から4時、総合保健福祉センター予約制、申し込み障害福祉課電話443-1649。弁護士相談、市税滞納者、11月27日日曜午後2時から4時、納税課、予約制で先着6人まで。申し込み、納税課窓口または電話443-1115。家庭児童相談、毎週月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、総合保健福祉センター、電話相談も受け付けます。問い合わせ、子育て支援課、電話443-1693。学校教育相談、毎週月水金曜日祝日を除く、午前9時から午後3時、八街市教育支援センター、電話相談専用ダイヤル、電話310-5017。問い合わせ、八街市教育支援センター、電話443-8040。家庭教育相談、毎週火曜から木曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時、中央公民館内、社会教育課、問い合わせ、社会教育課、電話443-1464。消費生活相談、毎週月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から正午、午後1時から4時、商工観光課内、問い合わせ、八街市消費生活センター、電話443-9299。8ページを終わります。以上で、令和4年11月1日発行第912号声の広報八街を終わります。日足もすっかり短くなってきました。体調管理に気遣い、お元気にお過ごしください。朗読は朗読グループ山彦でお届けいたしました。